こんにちは、アズです。今日は、かなりちょっと上級者向けです。難しいんですが、今 TikTok で爆発的に流行ってます。ばっかで気持ち悪いんですよ。今TikTok でものすごい盛り上がってる、難しいんですが、一応できるところまで一緒にやってみようということで、まずちょっとどうしようかな。見てる人に分かりやすく画面を一回反転します。こっちが今右手です。まず足、左足を真ん中から1、2、3、そして3まで行ったらトン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 って、後ろの足が見えなくなるまで前の方に移動していきます。で、この時注意なんですけども、トン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 って横に揃えてしまうと、この次の動きができなくなってしまうので、必ずなるべく前の方に足を持ってきてください。横から見るとトン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 、このぐらい。こうやって揃えてしまうと次できなくなってしまうので、まずここで、その時手をガッツポーズ、ガッツポーズ、ガッツポーズで、これはこう描くようにこういう軌道を通ってこうきます、こうきます、こうきます。まず左足からなので、ワン、ツー、スリーで、ここで止まって、で、手はだんだんここで離しちゃってもいいです。足を前に持ってきます。そしたらここで胸を一回パーンって打ちます。打つっていう感覚が難しい方は、とりあえず肩を後ろにこう張るような感じ、胸を一回パンと打ったらすぐにしゃがみます。で、ここ膝をガーンってぶつけないように気をつけて、しっかり右手で床を支えて、ここでかかとを軸にくるっと外に一瞬で、この時ちょっとこうポーズを取ります。ポーズっていうのが難しいんだけどね。おー、いいね。そう、こういう感じ。おお、かっこいい。もう一回ここまでやると、トーン、トーン、トーンで、ここで足をなるべく前の方に持ってきて、一回胸からいくんですね。トーン、トーン、そうで、ここまで来たらちょっと続けていっちゃいますね。この今膝を立ててる足をこういう動きをやるんですけども、ここの状態から立ち上がって、で、右足で小さくジャンプで、左足が後ろに行きます。ちょっとね、しゃがんだ状態からなので大変なんですけど、普通のスピードでやると、トッとここで一歩足が出ます。で、この後もう一回足が深く出るんですけど、こう来てこうだとダサいので、トッとトンって一回小さく足を見たら、一回お尻を軽く引いて出します。今のちょっと分かりにくいと思うので、立った状態までやると、トーン、トーン、トーン、もう一回いきますね。トーン、トーン、トーン。ここはちょっと難しい。オッケー。トーン、トーン、トーン、トーン。その時に振り向きます。そしたらもう一回振り向くんですけど、今度右足を立てて、そう。そしたら、女性は恥ずかしいんですけど、男性はここを握っていただいて、キュッ、一回かかとを外に開いて戻す。ここまでちょっとゆっくりやると、最初からセーブ、エイ、トーン、トーン、トーン、チャッ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 もう一回、セーブ、エイ、トーン、トーン、トーン、チャッチャッチャッ、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブ、エイ。できる、できないは、
いいとして、とりあえずこれが前半だとしたら、ここからもうほんのちょっとあります。これちょっと難しいんですが、ドギーみたいな動き、実際にドギーってわけではないんですけども、一応説明するか、かかとから出ますね。これね、足内股なんですよ、ずっと。ドーン、チョンと。ただ、かかとから外出て、真ん中に足をチョン、チョン。で、背中から、普通、右に行くときってこう右から行くみたいなダンスってイメージあるんですけど、ドギーの場合は、右に行く場合は、左の肩が隠れる。反対のこっち行くんだったら、こっちの肩が後ろに行きます。ドン、ドン。これだけでもちょっとシルエット若干色っぽいんですけども、女性の場合はここの手首についた香水を首に塗るような、なんとなくこう首とか鎖骨とかこの辺に実際に触れなくてもいいんですけど、ゆっくりやるとこういう形、もしくはこうお買い物袋を手首に下げてるようなこういう形ですね。ただこれを使うのは2回だけなので、右から1、2、そしたら右の膝を1回立てて、トーンと、もう一回いきますね、ドギーからいきます。せーの、1、2、3、4、腰もちょっと一緒に動かして、もう一回いきますね。せーの、1、2、3、4。そしたら左手だけ曲げて、今度こっちにボールを投げるような動きをするんですけど、左足がスーッとついてきます。で、この時完全に横向きます。そしたら今こう立ててる手で今度地面にこう触ります。で、この時にのけぞります。悪い例はこうです。これじゃなくてこうやってボールを投げた手でこの手で支えるんですけど、こういう風に、ただちょっと手気をつけないといけないので、とりあえずここで終わりだけど、もしできる方は右足伸ばして左足で着地して立ち上がれば音楽にぴったりやってかっこいいんだけど、できる動きだな。テンション低いですね。で、もう一回ちょっと最初からゆっくりいきますね。ここからね、トーン、トーン、トーン、チャ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 、でもね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、まあここで終わりでいいよ。とりあえずここまで。ちょっと見てる人に分かりやすいように後ろ向きで。セーブ、エイ、トーン、トーン、トーン、ダッ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー。
練習します。どうぞどうぞ、よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いいたします。あと通知が来るようにメルマガも見せてお願いします。今 TikTok でバズっている、名前はわからないダンスの紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。